あれなんだろうカメラが出てないのかなあ、出たな はい、こんばんは、速課塾の久保でございます。えー、やっと、つながったかな。えっ、ー、と、21時からなんで、今、スタンバイしといてくださいね。で、これ YouTube でご覧の方は、えっ、ー、と、もうちょっと、私がね、21時まで、ナミさんがやってくるまで、一人で喋ってようかなと思います。えー、実はですね、今日、2022年の4月12日なんですけども、朝方ですね、YouTube の方から、突然ですけども、あの、 いいう事情をねいただきましてでサブチャンネルからの放送になりそうなんですよね。あの YouTube がですよ。これは Zoom なんでいいんですけども。でもこの Zoom のライブも、うん、2週間はサブチャンネルから上がるようになると思います。えー、今日から2週間ですので4月26日まではサブチャンネルからお届けするということになりそうですね。いやーやっぱりね、今回ね、2回目の警告なんですけども。 あの該当した動画見ても、どこが警告に値するのか全く分からなくてね、再審査をお願いしようかと思うんですけども、再審査でやぶ蛇になるのも嫌だなと思います。ただ、3回警告を送らうと、もうそれで終わりなんですよね。で、90日何もないまんま過ごさなければならないの、結構ね、今回ね、前回警告いただいて、84日目なんですよね。もうだから本当、ギリギリのところで、2回目が来て、 今もうリーチがかかっちゃったんですよ。場合によっては、あ2万本以上ある私の収益化、YouTube、べての速可塾のコンテンツが入っているこのチャンネルがなくなってですね、また一から立ち上げなくてはいけないような、そんな未来図も見えてくるんですよね。と方ほということでございます。はい、声は聞こえてるでしょうか。ナ、ま、ミ、あ、さんがね、今ログインしてますんで、ナミさんの えー、調子がよろしければ私ミュート解除の今メッセージを送りましたので、えー、来ていただけるかなと思います。今日もご参加皆さんありがとうございます、えー。その他の方はミュートでお願いしますね。ナ、え、ミ、ー、さんもしあスタンバイよろしかったらあどうもよく見えます、えー。お声の方はよろしいでしょうかあはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それではですね、今日も元気よく行ってみようかと思います。 お疲れ様でございますお疲れ様です駆けつけてくださってありがとうございます本当お忙しいところすみませんありがとうございますえ皆さんね、えー、もうご存知の方も多いと思いますけども新潟で、えー、舞姫大学というね、えー、インターネットビジネススクールを始め店舗の方もされてるんですよねはいはい。今日は店舗をね、片付けて飛んできてくださいました <laughs> あさんももどううありがとうございます、まあ、今日のテーマは、まあ、FX について語るということなんですけども、うん、ここ2年ですね FX があって本当に良かったなと思うことばかりなんですよ、えー、私も FX はね本格的にやらめて6年になるんですけどもあのこれほど強い味方はいないなというのと同時に、まあ、1回 FX でね あの収益が上がるようになると、もうずっと同じことをやればああ、同じような結果が出るんで、あとは精度が高まっていって、まあ、なんか、どんどんねあの、人に説明しやすくなってきましたね、もう今は。本当に自分がこんなになるとは、目指していたとはいえ、ああ、こういうふうになるんだ、こういうふうにあのチャートって見えるんだっていうね、なんかこう、雲の上に乗ったような、ふわふわっとした気持ちでございますけど、今日もお役に立てるように、精一杯 えー、メッセージね伝えていきますんで、な、ま、み、あ、さん協力をお願いします。じゃあ9時でございます。お願いいたします。はい、じゃあ皆さん、えー、帝国になりましたので始めさせていただきます。まずはね今日お越しくださいましたなみ、えー、さん、ちょっとお名前の方いただいてよろしいですか。はい、えっ、ー、と酒井なみと申します。本日は皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。えー、実はね何を隠そうなみさんとはねもうほぼ10年前なんですけども。 私が40を過ぎてインターネットビジネスといわれているよくわかんない業界にポンと入ってですね一番最初に買った情報商材あのスマホアプリというやつなんですけどもねあの当時電子書籍をこの iPhone で出そうぜみたいなグループがありましてそこに参加させてもらったんですよね。 でえー、スマホアプリっていうからすごく難しいのかなと思ったんですけど、アプリの中でも非常に簡単な電子書籍のアプリだったんですよね。私はまたね、複雑なゲームとか、なんか占いのアプリとかやるのかなと思ったら、まあ、電子書籍アプリが自分の商品の1個目なんで、取り組みやすいなと思った経緯があるんですよね。そのコミュニティに入って、いろいろと学ばせていただいたときにいらっしゃったのが、このナミさんでいらっしゃってですね。あの そのインターネットビジネスの業界に入って、なんかこう、最も長いお付き合い、本当にスタートからこうやって一緒にさせてもらってるんで、本当にね、長くなりましたよね。そうですね <laughs>、はい、ありがたいと思ってます。ですんでね、10年前、私がビジネスの参加をした直後に、うん、この業界、いわゆる情報業界、まあ、業界ってくくりがね、なんかすごく曖昧なんですけども、すごく入れ替わりが激しくって、競争が多くって。 その中でここまで続いてる関係ってのはねなかなかないんですよね。YouTube 始めてもいつの間にかいなくなっちゃったりとかね出たり入ったりっていう方もいらっしゃいますしなんかすごく儲かってるなと思った人でもなんか消えていってなんかねあのバイト探してたみたいなことがあったりとか一体何なんだろうかなみたいなことをねずっと見ていたわけなんですけどもこの奈美さんとはねこういうペースでずっと一緒に、えー、お付き合いさせていただいてまたね えー、新潟の方に伺った際は非常によくもてなしていただいて。で、このナミさんなんですけども、すごくお忙しい生態院のお仕事を続けながら、で、家庭の運営っていうかね、その、お家の方もすごくきっちりやってらっしゃって。で、忙しい中でも今日のテーマである FX、ね。忙しい中でも FX をやっていらっしゃるんで、その、今日はコツもお話しできるかなと思います。つまり、ビジネスも FX も 店舗のお仕事も、まあ、家庭も円満に同時にもうね360度両立するスキルっていうものをね今日は少し組み取っていけるんではないかと思います、えー、そしてナミ、えー、さんとの付き合いはこういうような感じなんですけども、あのーまあ、昨今のねナミさんね世界情勢と今後の残念ながら暗い展開しかちょっと見えてこないんですよもちろん何もしなければ暗いこれからの人生日本社会世界ってことになりますけども やっぱり生き残るためにですね新しい時代のその新、まあ、民と言いますかねまあ何と言いますか国民と言いますかね、うんまあ、今だんだん国家のボーダーもなくなってきて世界のどっかで起きたことが直接私たちの暮らしに降りかかるような、まあ、そんなあ関係になってしまいましたけども世界がねですんでまあ同じ立場の日本人とくくれるのかどうかもう地球人と言いますかね、うん、で 結局これから新しい時代に向かっていくときに、お困りの方のお役に立てる人間力を構築していかなきゃいけない。この人間力っていうのは稼ぐ力とか思いやりの力とかね、それから人脈を作る力とか、その他生活を構築したりとか、後継者を育成するとかね、まあ、こういうふうな様々ままな力がこう集結して、一言で言うと人間力っていうふうになるのかなと思うんですが、まあ、特に今回、えー、ズームライブにね、ご参加いただいた方に感じました。 お金の問題解決とか投資のプロになることこの重要性をね、えー、さらに確かめて進んでいっていただければと思うんですよねで、えー、今後の物価の話も今日はするかもしれません、えー、もうすでに物価がどんどん上がっていってねもうどうしようもないことになってますでこの物価上昇にどういうふうに対処していくんだろうかとかあそして稼ぐためには時間がかかるでもいや時間がないんですよともう人生も5060過ぎてこれから 何何年かかかけててやるるっっのちょととゾッとすすんですよ時間がない人に何か FX 攻略する方法ないんですかみたいなこととかね様々皆さん期待されるところがあると思います。本当に私たちはあの人生豊かに安全に過ごしたいという共通の目的がありますんでねでその共通の目的を達成するためには様々な手段があるんですけども今日こうやって集まっていただいた方は FX にその可能性を見出したのかなと思っております。 ナミさんもそんな感じですかね。今日お伝えしたいことは。はそうですね。はい、もうズバリで言うことなしという感じです。ありがとうございます。えちなみにナミさんはあのインターネットビジネス,ジネスっていうのはね、スマホアプリから始まって、それからどこかで FX に、えー、出会うことになると思いますけども、その振り返りをちょっとなんかこう簡単にお話しいただけるとしたらどんな感じになりますかね。そうですね。まあ私一番最初にえっ、ー、と電子書籍のアプリを始めて。うん であれは正直ですね、私、えーと、何でしたっけ、アップストアでですね11位まで行ったんですよ。すごいで、1日6万8000ぐらいだったかな、なんか7万弱ぐらい売り上げがこう毎日上がってまして、あ、すごい世界だなと思ったんですね。ところが、すごい世界っていうのはね、なかなか続かないっていうのをそこで1回経験しまして、まあ,あの、そういった。 ものに関しては、えー、と他のところでやってくださいというふうにアップルの方でね、仕様変更がありました。なんで、あやっぱり物事ってそううまくはいかないんだなっていう、そこでまず学びまして、で、まあ、いろいろ考えてどうしようかなということで、えっ、ー、と電子書籍の後ですね、えー、とアフィリエイトをやり、転売をやり、で転売はですね、確かにお金にはなりますよね。で 短期でお金にはなるんでですよでもうんなんかやればやるほど労力が増えてで,でもやってしまったんでなんかこうやめるにもなんかただやめるっていうのもあれだしと思って自分の中で目標を決めてえっ、ー、と利益が100万取れたらやめようと思いましてであの1ヶ月にですね、はい、でやったんですけどもう二度とやらないというふうに思いまして。はい あの毎日私はヤマト運輸さんに取りに来ていただいてたんですけどももうハッキって玄関先荷物の山ですよねでうちは生態院をやっているのにお客様がその荷物をまたがないと入ってこれないっていうなんかひどい状況になりましてでも転売っていうのはこの労力と置く場所となんかこの仕事はちょっと私に合わないなと思ったんですねで、えー、と転売をまあとりあえずでも自分の 中で、えー、と売り上げ、あ、利益が100万1ヶ月で取れたらやめようと決めて、最後、実際取れてやめまして、で、その後うんと、どうしようかなという感じで、これというものがなかったんですけれども、まあ、とりあえず、うんと、まあ、ある意味、税金の、 あの絡みもありでねお店の売り上げっていうのがまあ,あるので、うん、と税金を減らすためにじゃないんですけどもいろいろやってみました。でその中でブックメーカーもやり、うん、とバイナリーオプションもやりあのなんかお金 に関することが多いですよね考えると <laughs> で,でもそれをやる中でまたですね周りの人間関係を見るとその転売をねやってた人とかアフリエイトをやっていた人とかなんか最終的にみんな FX をやってるんですよなのでまあ私ひねくれ者なのか、うん、私は FX は絶対やらないことにしようと思ったんですよねその時にみんなこうあのインターネットビジネ,スビジネスをやった方っていうのはなんか最終的に FX を やっていてい、うん、私はもう絶対やらないとなんかねひねくれものなんでしょうね思ったったんですけども <laughs> なんかやっぱり興味がいってしまいましてで、まあ、FX に関しては、まあ、一番最初ですねえっ、ー、となんかちょっとしたこうコミュニティみたいのに入ってみたんですよね何をどうしていいか分かんなかったんででえっ、ー、と一番最初スタートの日まで結構日にちがありました。 で、えー、と宿題を出されたんでですよねで自分が今住んでいる家の、うん、といらないものをとにかく全部捨ててこれしかないこれがないと生活できないっていうものだけを残してあとは全部捨ててくださいと言われました。で 終わわっっったたら写真送ててくれって言われ言んですねいやいやいやと思って私子供もいるし亭主もいるしそんな家の中の写真なんて送れないしそんな全部ね必要なもの以外全部捨てれって言われてももう服とかもね今着るものだけを残して全部捨てなさいって言われたんですよ。でもそんなことできないしなと思って正直それはできませんでした。でそそのの意味もわかからなかったんですねその時ね時 で、実際にそのコミュニティが始まって、えっ、ー、と、学んだこと、学んだことっていうかね、習ったことっていうのは、FX に関しては正直、なんか教えていただけなかったんですね、あまり。で、まあ、いろいろこう、言われたこととしては、うんと、そうですね、何言われたっけな。 まあ、その講師の方のですねうんと、やっぱり片付けなさいっていうの、とにかく言われましたね、片付いてますか、今日あなたの部屋はっていう、それをしつこく言われたのと、あとはですね、えー、と女性の講師の方だったんですけどもうん、その方の彼氏の話をすごくされました。<お>で、えーと、こういうとこはいい、こういうとこは嫌だっていうね、そういう話をされて、でも私は FX を学びたいなと思って、そのコミュニティに入ったので、うん なんでそんな話をして本題の FX の話をしてくれないのかなとずっと思ってたんですよ。で、まあ、片付けの話と返しの話とあとはその自分がコミュニティを始めることになったきっかけとかそのきっかけとなった人がいらっしゃったみたいなんですけどうんとまその3つだったんですよね。 うん、で片付けの話と彼氏の話とそのコミュニティを立ち上げた時のきっかけとなった方の悪口それしか言わなくて何か何ヶ月かなちょっと忘れま半年ぐらいかな結構長かったんですけども、うん、なんかあれ FX を学ぼうと思って入ったのに終わっちゃったなと思いまして結局よく分からなかったんですね。なんでコンティに入って <laughs> そのまあ家を片付けましょう。それと彼氏とどうのこうのと、そんなん私、うん、その方の彼氏に興味がないんで、うん、その方の彼とのどうのこうのっていうの興味がないんで、何だったんだろうと思ってたんですよ。うん、最後はそのあのコミュニティを主催した主,主催者に対しての悪口ですね。<laughs> うん。まあ私その主催主催の方を知っていて、その方はすごく素晴らしい方だなと思って。 てたので、その方が、まあ、あの主催でまあコミュニティやるよってことだったんでちょっとじゃあ入ってみようかなってことだったんですが、まあ、なぜかその方の悪口しか言わないと。何だったんだろうなーって終わってしまったんですがなんとですね今頃になって「ああ」っていう意味が分かってきたんですよ。 っていうのはまあ、家を片付け家の中を片付けなさいっていうことなんですけどもね、はい、あの家の中がまあごちゃごちゃになっていると例えば何か欲しいと思った時にパッと出てこない場合ってあるじゃないですか、うん、でそうすると探すのに時間かかりますよね、はい、で無駄な時間になってしまいますよね、うん、でそれがやっぱり FX にもあの同じ部分っていうのがありまして、うんあの いいろんなな FX のやり方とかかってあるじゃないですかでそれをあれこれあれこれやっぱりこう、まあ、学ぶのはいいんでしょうけども最終的に自分はこれっていうのだけ決めてあとほか捨ててしまわないとやりながら FX をこうやりながらああれもあったこれもあったって頭の中でこうなって頭の中ごちゃごちゃになるんですよね。 ななのででるほどと思ったんですよいろんなやり方、まあ、学ぶのはいいけれども例えば家で言うと洋服だのタンスだのいろいろ買うのはいいけれども最終的に自分が今使うものだけを残して捨てなさいっていうのは FX の世界で言うと、まあ、今使う自分のやり方っていうのだけを残してあとはもう全部捨てなさいということなんだなと、まあ、頭の整理ができるっていうことですよね。 そうするといらない時間を使わなくていいので今と思った時に今という今の取引ができるとそういうことなんだなというのはもう何年も経ってからあの分かってきましたその FX に限らず何かを学ぼうとするとき、うん、ほとんどの人がそれだけを一生懸命やろうとするはずなのになぜか他のことも気になってやることを なんか増やしていってしまう傾向にあるのかなっていうオイエンエもお話を聞きながら思ったんですよ。えー、例えばね、うん、ビジネスでお金稼ぎたいなと思ってインターネットの世界に入ってパソコン自体で稼ぐ、すごくシンプルな稼ぎ方のはずなのに、うん、なぜかですね、いろんなコミュニティ入ったりとかメルマがたくさん取ったりとか、うん、こっちも良さそう、あっちも良さそう、そっちも良さそうって感じで結局時間とエネルギーが分散して一体何をやったらいいのかなっていう形になるんできっとそのコミュニティの 主催の方も選択と集中しましょうねっていうことだったんですよね、きっとね。うん、で、私も FX はいろんなやり方があるっていうのはまあ知ってはいたんですけども、うん、あの結局は FX の基礎用語が分からなければ話にならないかなと思ったんで、まあ、基礎用語を覚えればいいんじゃないのかなと思ったら、うん、あの驚いたことに基礎用語をね、覚えてない方がものすごく多くって、うんはい、ちょっと FX の話してももう全然こんがらがっちゃってるんですよね。うんであ まあ、話にならならい、まあ、まさに本当話にならないなと思ってねあまり難しい言葉を使うつもりはなかったんですけども例えばまあ損切りですとか含み益とかっていうのはまあ通じるにしてもね、えー、テクニカル理論の話になってくるともう新聞幹文になってくるんで私としてはその今お話し聞かせていただいてね私の学び方すごくシンプルで基礎用語ある程度覚えるこれは何を覚えるかっていうとまああのコンテンツも作りましたけども結局 ブックオフに行って300円ぐらいの中古本買ってきて、そこに書いてあることを全部覚えれば、まあ、英単語1900で東大に受かるみたいな参考書も当時ありましたけどね、大学受験のといや、本当に覚える言葉って1900もないんで、まあ、せいぜい100個ぐらいなんで、これは覚えれるなと思って、大体3ヶ月で覚えようかなと思って、まあ、暗記するようにしたんですよ。で、その後ですよね、テクニカル理論も、もう掘れば掘るとたくさんあるんですけど、私は4つに絞って、テクニカル4つだけでまあ勝てんじゃないかなと思って。 でまあ、それもね結局1年ぐらい身につくのにかかりましたけどもでも本当に材料少なくても、うん、勝てる時だけやれば、まあ、勝つのは当たり前ですけどねで FX ってはどうしても難しい時があって例えば先月ですけどもファンダメンタルがむちゃくちゃきつくなる時、まあ、あの例の,、ね、あの国と国がちょっと、うん、どうにかトラブルに巻き込まれた例ですけどもあの時なんてもう完全にあのファンダメンタルで ぎっただ、一旦抜旦すると思ったんで、2週間ぐらいトレードは最初から放棄していたんですけども、まあ、それが良かったのかなと思って、ね、テクニカルが生きるときにまた動き始めたら、そこから一方的なトレンドが発生しましたんでね、えー、多分私の動画視聴されてる方ってのは、すごく楽に設けたなというふうに思うんですよ。私も楽に儲けましたけども、ね、だから、ここで言いたいのは、本当にナミさんが言われたように、どれだけ自分のお周りをシンプルにして、素ぎ落として、なるべく少ない えー、ノウハウハとかか情報で突破していけるやっぱ学べば学ぶほど材料は増えるんですけどもまあ私たちはね例えば FX に関して言えば月間で500万1000万を稼ごうと思ってやってるわけじゃないんでそんなに隅まで覚える必要はないんだまあせいぜい月に5万とか10万、うん、よく言って30万50万利益が出ればいいなっていうところだと思うんでねほとんどの方そう考えたら持たなくてはいけない材料って 非常に少ないなって私は思って、まあ、だいぶそぎ落としていったんですけどもナミさんにとってですねこの FX 難しいなとか FX もやめたっていうふうになっちゃう挫折の原因ってあのいろいろ見てきたと思うんですけどもどんなものがあると思いますまずが挫折の原因というよりも、えー、と私の周りはですね、はい、始めたいけど始められない。 みたい、はいいなそういう方の方のが多えっ、ー、とまあ始めたいけどで、まあ、YouTube を見たりとかいろいろ皆さんされるみたいなんですけども、はいまあ、YouTube の場合、まあ、久保さんの動画に関してもちょっと言われたことがあるんですけども、まあ、大体プロの方がこういろいろこう何て言うのかな動画をアップされてるじゃないですか。 でそうすると説明をしている途中で「えー、と今日は簡単に説明しますね」みたいなことを言って説明をされていてもいききなり専門用語が出てきてるんですね、はい、それで、ね、なんかこう説明を聞いていて途中までは分かったんだけども途中でなんか専門用語が出てきてもうなんかわからなくなりました。 みたいなでそれってどういうことなんですかっていうようなことを後から聞かれたり、はい、うんと結構ねそうなんですよねプロの方ってもうそれが当たり前になってしまってるので初心者というかこれから始める全くわからない方からすると、うん、普通にこう普通の本当日本語はわかるんだけどちょっとこう専門用語が出てくるともう頭がぶっ飛んじゃってこれ始めようと思ったのに<ー> YouTube の動画を見ていたらなんかもう 全然分かんなくなってどっから始めていいか分かんなくなったんですけどどうすればいいですかみたいなね実際今のところ私の周りはそういう方が多いです、はい、あい。なるほどねはいあとやってやめたっていう方もまあまあもちろんいらっしゃるんですけどもうんといきなりやっぱりね資金を入れる方が多いんですよねああ、はいはい、<laughs> でそうですねその あのテクニカルを覚えてとかねあの専門用語を覚えてとか基礎用語を覚えてとかそれはやっぱりやった方を聞いたことがないです逆に。で基礎用語って覚えましたって聞いてもえそれって何ですかみたいな逆にねそう言われてしまったりとか、うん、なんか学ぶ順番を皆さん分かってられないっていうんでしょうかね。うんはいえー 同じ思いがあるんですよねあのやっぱりこう相場解説要するに投資の専門分野に入るわけですから専門用語は覚えてきていただかないとやっぱ話にならないかなっていうところはあるんですよね。その中でもその何ヘッジファンド並みの専門用語は全く使ってないんでまさに中古本で300円500円で買えるような本に書いてあるレベルのことなんでそこはやっぱりねあの今日この動画をご覧になってる方もね 専門用語と言われてるものが覚えていかないと、まあさっき大学受験の例出しましたけども、英単語を覚えずに試験に臨んでも、これはチンプン感文ですからね。英単語を覚えていただいて、例文が頭に入って、その状態で受験に行ったら、どこが通るかなとか、何点取れるかなってレベルですから、やっぱりそれは私たちはね、もう40代、50代と過ごしてきて、様々なところで知識不足で理解できないってことにはかなりぶつかってると思うんで、やっぱ FX も同じですね。 専門分野に入るわけなんで専門用語はそれはあの身につけておいてくださいとしか言いようがなくって、えー、今日ねあのご覧になってる方もちょっと耳が痛い方も正直いらっしゃると思うんですけどもこれ私も専門用語が分からなければ解説ができないんですよねでこれを投資で使ってる言葉なしに説明しろって言ったら私はもう裸足で逃げますんで <laughs> ちょっと準備はいりますかねやっぱりあのスポーツで言ったらジョギングをしたりとか腕立てをしたりとか懸垂をしていただかないと フィールドに出て試合になりませんよってことですから、まあ、こういう例えをたくさん用いていくことが、一つは必要なのかなっていうことと、やっぱりね、強い動機がいると私は思います。何になりたいのかとか、あなたの欲しいものは何なのかとか、どういう状態の未来を自分の人生に描いているのかってことを、やっぱり明確にしないと、動機は生まれてこないのかなと思うんですよ。例えば、FX を攻略したいっていう動機ってのは、これ、珍しいんですよね。そこがが手段が目的になっている もうはっきり言って稼ぎたいんだけども、稼ぐ方法はなんでもいいけども、FX に来ちゃったっていうね、インターネットビジネスをした人がアフィリエイトだろうと転売だろうとで、結局 FX に来るっていうのは、はっきり言って稼ぐことが続かなくって、もうなんでもいいから稼ぎたいんだけど、めんどくさいし、ややこしいし、ルールは変わるし、Google は規制が入るし、FX に来ましたみたいなね、しかも税制も有利だから、やっぱ FX にやっぱり最終的には流れてくるし、最初から言える人もいるっていうのは、よくわかることだなとね。 お互い感じるところあると思うんですけども、やっぱ強い動機をね、FX に今日ご覧になっている方も、いま一度ね、ちょっと確認してもらいたいんですよね。うん、その動機の中であの、もう避けることがで,ないできない動機ってものがね、これから起きますんで、ちょっと紹介させてもらいます、えー。昨今のニュースなんですけども、皆さんもご存知のようにね、日本のロシアからのエネルギーの輸入が停止になるわけですよ。で、かなりの依存度が強いわけですよ。私たちは、 今火力発電一本足ですから、うん、水力発電もほとんど1%ぐらいでしかねあの燃料の原価としてはそれからあの再生可能エネルギーも全く間に合ってないのとかなりトラブルが起きてきてあの結局実用的ではないかなというところで今火力発電になっちゃってるんですよねで原子力発電はご覧のように再稼働するのかしないのかっていうところでまあかなり難しい問題になっているというところで結局は再稼働するんだろうなと思いますけど今のところは 火力発電一本足できてるところに、えー、この原料がね、液化天然ガスとかあ、ロシアから入ってくる火力発電に必要ない燃料が入ってこないえ。そしてロシアから入らないってことは、他の国から代替で取引しないといけないんですけども、世界中がその動きになってますから、どこから買うにしてももう値段が上がっちゃってるわけですよね。そうなると、えー、今ね、私もね、ちょっと契約しといてね、あのー、電力自由化の件ですけども、 かなりコストが上が上っっちゃってるんですよ電気代が今3倍ぐらいになりましたからね。あの通常の,あの中国電力とかだったらそこまで上がってないんですけども、あのあのなんか景気連動型、物価連動型の通常だったら安いんだけども、万が一、えー、火力発電の原価が高くなったら高くなりますよっていうのをやってたら、まさに高くなっちゃってですね、ひどい目に遭ってるというところなんですけどもね、人にやったら電気代が30万ぐらいになっちゃってるわけなんですよ。で、これはじわじわと結局電気代が高くなれば、 食料の生産コスト、物流コストの上昇、全体的な物価上昇に来るわけなんですよね。まあ、こうなってくると、今年中に私たちはもう、金が足りないっていう状態に来るわけなんですよ、うん。だから、FX をやるべき最大の動機ってのは、このままだと、うん、暮らしていけないってことなんですよね、まさに。うん、で、まあ、生活保護っていうねあの、最終的には道があるよって菅総理も言われてましたけども、生活保護でいただける金額では、 この物価高にはもうね、追いついていけないっていうところもありますんで、そろそろ市に火がつかないといけないのかなってところですよね。で、さらにね、中国なんですよね。中国、今、ロックダウンしてますからね、上海ですらロックダウンしちゃって、とてつもないことになって、なんと中国は今ね、ロックダウンがやりすぎて、農業が停止になってるんですよ。農業が停止になるってことは、来年の収穫ないんですよ。で、流通も停止されてますんで、倉庫で食料が今、腐り始めてるって、ね。 で今上死にしてる人も中国出てますからね。さらに地方行政官の食品の横流しみたいなことも当然起きてきて、輸出なんてもうできなくなってくるんで、あ直接的にも日本は食料調達が困難になって、えー、国産食品の高騰とかね、エネルギーの高騰とか、もうとにかくお金を稼げる人だけが生き残るっていうのがすぐ来ると思います。でなければももうね日本国内でも略奪奪とか強奪 こういったものが得意な人が生き残るっていうような北斗の剣みたいな世界が来るんじゃないかなと思うんですよね。もちろんちょっと極端な私はねあの、お話をしましたけども、そのぐらいの強い動機を持って稼いでいかないと、自分の身も愛する人の身も守れないっていうことはね、今まで以上にちょっと危機感を感じないといけないのかなと思って、多少ちょっとこうね、 脅かすつもりもないんですけども、ちょっと煽り気味に皆さんにね、ちょっと火をつけていかないといけないかなと思ってます。あのこのままでも大丈夫だよってことはありませんので、皆さんも感じてると思うんですけどね、ここへだっ一発ちょっと FX を攻略するために、まずは基礎用語を覚えていただいて、その次に技術ですよね、テクニカル理論を覚えていただいて、多分ここだけ、この2ステップでもう完了なんですよ。うん、例えばこういうことなんですよね。なかなか FX の勉強に身が入らない方も、よく考えてもらいたいんです まず、大学受験をするときに、まあ大学受験の例ばっかりって恐縮ですけども、参考書を買います。参考書を一生懸命やります。それによって合格率って下がりますかってことなんですよ。ね、多分上がると思うんですよ。FX も同じで、参考書を買います。もしくはコミュニティやります。一生懸命勉強します。稼げる確率下がりますかってことなんですよ。上がるだけなんで。だから本当に、えー、FX にね、身を投じるってことを、えー、しっかりと考えていただいて、 でえー、攻略をしていただいたその暁にはです、ね、とりあえずお金の心配がないという世界が待っているわけなんですよ、うん。それこそね、毎月毎月何百万も稼ぐ必要はないですから、まあ、せいぜい5万、10万をプラスアルファにするところから始めて、そこからね、30万とか50万が今の暮らしにプラスオンされたら、あまあ、かなりね、税金も優遇されてますんで、楽になると思いますから、とりあえずそこを目指していただいて、FX の専業トレーダーになるのか、それとも副業として、 収入として fx を構えていくのかっていう,うなところはそこから選べばいいかなと思うんですよねさあ繰り返して同じことを言うようですけどもやっぱりこれからあのこの国この世界そして私たち個人的な経済状態がかなり悪くなるなっていうのもナミさんも結構感じられてるところじゃないですかどういうふうに思われてますねえっとまぁ、あ、私はスーパーに行って ものを見てねそういうふうに思ってるんですけども、はいまあ、多分これはスーパーさんの都合もあってそうなのかなと思うのですがあの一気に全部変わってるわけではないんですよね。はい、であの今日は、えー、と今まで見えるかな皆さんに例えば今までこの大きさだったパンが100うんと160円だったとしますよね。でそれがですねうんと 3, 3日後ぐらいにですね微妙にこんなになってるんですよ。 であれ、なんかちょっとちっちゃくなったような気がするな、でも気のせいかなっていう、よくわからない程度なんですよね。で、そっからまた3日後、これ、本当にあった話なんですけどねで、そっからまた3日後ぐらいになったら、ですねこんなにちっちゃいんですよ。で、ここまで来ると、最初こ、この大きさでしたんでね、最初、この大きさでしたんで、で、6日後がこの大きさですんで、で160円、値段は変わらないと。 あれって思いますよねやっぱりねで私は今言ったのは実はクリームパンなんですけども食べたくて見てたわけではなくってあのクリームパンって独特の形がありますよねでね作るのなかなか難しいんですよでその形にまあ、どうやったらあの形うまく作れるかなっていう思考でいつも見てただけで形と値段 値段がインプットされてたんですが、うん、たまたまなんかクリームパンがだんだんちっちゃくなってきたなとで、他、はい、のパンは変わらなかったんですよね、うん、最初でふと気づくとあれなんかフランスパンの長さが最初こうあったのがなんか短くなったなみたいなね、うん、でも値段変わってないなとか、うん、最初パンから始まりましたね でパンから始まって、えー、と次今度お惣菜関係ですねお惣菜関係<れ>普段あんまり私見ないのであのちょっとちょっと前まではちょっと分かんないんです意識してから見るようになって、えー、とやっぱり量がねだんだん減ってますお値段変わらないで量が減ってる、うん、でそれも一気にならなくってなんかだんだん今回はここのコーナー今回はここのコーナーっていう形で。うん だだんだん,なんか、ね、量が減っっててきたなっていうでそれに気づいてる人がいないっていうのはね最初びっくりだったんですけどお客様に「最近食材がなんかだんだん量が減ってきて値段変わってないけど知ってる?」っつったら「えー、そうだっけ?」っていう最初皆さんそういう感じだったんですが私がその言葉を発するとやっぱり見るようになりますよね。そうすると なやっぱり何か何々も量が減ってきたし何々も量が減ってきたし、うん、ほうれん草とかああいうナッパ類も昔、まあ、2束3束こう一,あの一緒になって198円とかだったのが最近1束で198円でどうなったんだろうねっていう感じ、うん、一般の方はまだねそういうどうなったんだろうねっていう感じであの実際のね真相を知らない方の方が多いです正直言うと、うん、だからあんまり まあニュースとかも見てるんでしょうけども人ごと事で見てるんですよね。で私がその今今日久保さんがおっしゃったようなお話をすると「え,<っ>えそうなの?」みたいな実際はそういう感じの方が多いですね。でその先の話を私がして初めて「え私もじゃあ今まで年収300万だったのが今度同じ生活すると330万もかかっちゃうってことなの?」みたいな。 でそうだよ、じゃあその30万どうするっていうこと、えー、じゃあ考えなくちゃだねっていう、こんな流れで皆さんね、お話をされてますね、最近。うん、そうですよね、ま,あ、まさに、えー、そういうことも現実として迫ってると思うんですよね、やっぱこう、私たちがあ、まあ、食品なら食品、以前のようには、同じ量目が同じ値段で買えなくなってきた、それにプラスして、消費税ってものも乗っかってきますしね。 でその大前提として所得が上がりにくくなってきたっていうこともあると思うんですよ。で私なりに考えてるのは所得がすごく上がりにくくなってきたっていうのは、まあ、世の中のせいといえばね、まあ、それもあるんでしょうけども結局、うん、この時代が変わりねテクノロジーが変わっていく時に稼ぎ方を変えてない個人のせいでもあると思うんですよ。うん、やっぱり給料一辺倒で1億総通流ができていた時代ってのも遠い彼方に住んで去っていったのに。 そのデフレと言われている世の中で、いまだに同じようにお給料をもらうとかね、副業するぐらいでは全然足りなくなってきて、もっと圧倒的なね、あのまあ、稼ぎにつながる、うんまあ、スキルをね、技術を身につけなければ、まあ、打開はできないのかなと思う中で、まあ、私はね、やっぱりこう YouTube を攻略することとか、あそれから FX もそうなんですけどもね、投資をどっかに組み入れていくとか。 まあ私は暗号通貨まではちょっと進めないんですけども、まあ、少なくとも私たちの手の中に、今、人類史上最も稼ぎの道ってのは、たくさん手渡されてるんですけども、収入源がお給料だけですとかね、自分が経営しているお店だけですっていうのは、かなりリスクが高い、まあ、これは皆さんもご存知だと思うんですけども、同時にですね、なかなか副収入って作れないんだよ、なかなかそうはいかないんだよっていう方のお話も分かります、その気持ちも。ただ なかなかできないんですよ、本当に。なかなかできないから、自分だけは作っていかないと、先行できませんから。やっぱ、うん、根性を入れてやらないといけないかなっていうところがありますよね。えー、特に FX は、基礎用具がやっぱりね、まあ、全然入ってなくって、ナ、え、ミ、ー、さんも言われてたように、資金を投げちゃうんで、それはなくなるだけというか、私が取るだけですから、それは。もう、おいしいおいしいと思いますよ。よく分かってない人がエントリーするわけですから、それ全部私から理学しますから、ね。まあ、そういう気持ちで私見てるんですよ。だから あの本当に、ね、基礎用語を覚えていただいて、まあまあ、私と同じって言ったらのん越ですけども、同じようなレベルで基礎用語が分かる、そうすると私の解説が分かるから、私の解説勝てるようになるっていう理屈なんですよ。で、テクニカルっていうのも、たくさん手法はあるけども、私は4つに絞ってるんで、4つで十分いけますんでね。んですんで、改めて申し上げますけども、FX の攻略は私は3ステップ、基礎用語を覚えて、テクニカルをやって、で、最後は、 お金を投じる精神力をねちょっと鍛えていただくってこの3ステップかなと思うんですけどもナミさんはその FX をね攻略するためにどんな力が必要だと思いますどんな力ですかうんとまあどんな力っていうのは今久保さんおっしゃった通りで、うん、基礎用語を覚えてユニカル テクニカル理論を終えて、で、マインドをしっかり整えるっていう、その3つがやっぱり基本だとは思うんですが、ただしですね、ここからぶっ飛んだこと言っちゃってもいいですかはい、<laughs> えっと、これはですね、まあ、FX に関わらないんですけども、えっ、ー、と、私、今、実は54 0もう4歳になったんです。で、年齢が上になってきて、うんと、 もう私はこうやってやっていこうというふうに決めたことがあるんですけどもね、はい、やっぱりですねいろいろこうビジネスをやってきた中で自分が面白いって思うことってやっぱり続くんですよねで自分が面白くないとかお金たのためにやっていこうって思うことってやっぱりね続かないんですよ、うん、それでやっぱりですね、うん、自分がこうやろうと思ったことはうん 別にこうあれこれやっても構わないと思うんでやろうというふうに私は決めたんですね。それでうんと、まあ、土日私は土日の場合土日はもう写真撮影に行こうということであの写真のデータの販売とかをやっているのであの撮影に行くんですけどもそれはもうあの FX もしっかり今よりもしっかりもっとしっかりやっていきたいという思いもありながらあのもう決めたんですねそれは。で プラス、えー、と整体院の方は正直、まあ、自分の生活のためっていうのもありながら、まあ、自分自身がやっぱりね楽しいんですよね正直ねお客様とこう関わりながらどっか皆さん痛い,いって言ってるところを、まあ、直して差し上げることもできるし、まあ、いろんな関わりができてやっぱり楽しいっていうのが最終的にあってでそこは、まあ、今のところお金は介在していて いますけども、まあ、最終的にボランティアになったとしてもいいやと思っていてそこはそこでもう楽しいからとにかくもうやめないっていうのを決めました最初ねやめようかなと思ったんですよやめてインターネットビジネスだけにしようかなと思ったんですがでも楽しいことをあえてやめる必要もないかなっていうそこに大きな人間関係もありますしでそこはもうやめない楽しいことなので生態はやめない。で あと写真撮影っていうそっちではまた違う分野での楽しみがあってそれはそれであの欲張りなんですけどあの若い時はね何かをやめようかなっていう思考が働いていたんですが逆にこう年を取ってきたら結局もっと年齢が上になるともうできなくなることっていうのが 出てくるわけなんですよね体力的にとか気力的にとかなので、まあ、できなくなったらやめればいいやっていうそういう考えにもうね考え方を変えてあの今やりたいと思ったことはあのやることにしましたで楽しいなと思ったこともやることにしましたで、えー、と結論は私あれこれ実はやってるんですけども生態、うん、をやり、えー、と写真撮影をやりで占いは平成18年から ちちょろちょろろとやってますで、それもやめようかなと思ったんだけども、まあ、相談が来るんで、別にやって悪いこともなく、まあ、そっちはそっちで楽しいので、まあ、細々とやってます。で、FX はこれ、残念ながらやっぱ楽しいと思っちゃったんですね <laughs>、うん。で、なんで楽しいかと思ったかと言われると、やってみた結果です、これに関しては。あのバイナリーオプションとか、あのブックメーカーとかもいろいろやったんですけれども、あの まあ、逆に言うとなんで、えー、とブックメーカーが特にそうかなあの楽しくないなと思ったことがあったんですが、うん、私の生活スタイルと時間が合わないっていうところなんですね。うんはい、でそういう部分で FX に関しては、えー、と私とタイミング的に合わないっていうこともないし何かやろうと思った時だけできるっていうだからちょっと特殊なやり方かもしれないんですけれども何かやろうと思えばできるし。 うん、ちゃんと目的と目標を決めてこうやるとあできるなと思ってあこれ面白いじゃんと思ってしまったのでやることにしました。なのでちょっと久保さんのおっしゃる皆さんに先ほどあのおっしゃったこととちょっと違ってくるんですけども私がこの年齢になって思ったことっていうのは、まあ、一つに絞ってやるっていうのはそれは正論なんですよ。それが本当は一番いいんですがでもやっぱり人間ってもうあの生きてる限りねあの限界がありますし。 年齢とともにできなくなることもあるのでそこを見越して今自分がやっぱりやろうと思ったことをやるであのヘルックスに関して言うと、えっと、私が最近それで思ったことは自分が専業になるのか兼業になるのか副業をするのかっていうのを先に決めた方がいいんじゃないかなと思ったんですよ。 でそれによってやっぱりやり方が変わってきますのでもし専業トレーダーになりたいっていうんであればもう本当にね一本に絞ってもう徹底的に短期でガーッとやった方がいいと思いますし、うん、副,業副業でいいってことであれば別にそんな早急にねガンガン知識を詰め込んで覚えて早急にもう稼いでっていうやり方じゃなくてもいいと思うんですね。うん、私みたいにあの あれをやってこれをやってでゆっくり覚えながらちょっとずつ利益を出しながらっていうやり方でもやっていけると思うんですよ。だから専業で行くのか副業で行くのかっていうのは先に決めてからやった方がいいんじゃないかなっていうのはこれを私がやってきた結果で思ったことです。はい。なるほどね。 っていううのもなななかかか話というか <laughs> いきなり勝てればいいんですけどもね多分皆さんがこう頭を痛めてるのもあのまあ専業でやりたいんだけどゆくゆくは専業でやりたいんだけども当面勝てないというところにまあ大きなあリミッターが働いて今の仕事もやめられないし FX ちょっと少しずつ取り組みたいんだけどっていうところから始まるっていうのが皆さんの気持ちを代弁したところだと思うんですよね。 少ない時間で大きな利益を動かせるのが FX の魅力ではありますけども、やっぱり一番最初はね、あの、基礎用語を覚えるってところがどうしても出てきますんで、そこに時間を割くためには、まあ、3ヶ月なり半年なり、これはあ暗記の得意、不得意にも関わってくるんですけども、覚えないとできない部分があるんでね、皆さんあのね、なかなかうまくいかないですからね、この覚えるに関しては忘れるっていう忘却曲線がありますから、<laughs> ですので徹底的にそこはね、あのー、 やり続けるってこと私も忘れることがありますんでね自分で解説していて言葉が出なかったりしますんでなんか年齢を重ねていってっていうねキーワードにねどうしても僕がね突っかかるのはねあの忘れる可能性が高くなるんですよね結構ね覚えるのも苦痛になってくるしテキストがなんか読めなくなってくるらしいんですよこう視力が衰えてだから私は多分あの音声と動画でお伝えするコンテンツ作ったのは 本じゃ本当に分かりにくいんだよと思う、読む気がしないんだよって方は、音声とか動画だったら頭に入れてくれるんじゃないかなと思ってね、あの、一昨年販売させていただいて、これ100本ぐらいあの手に取っていただいてね、で半分ぐらいの方があの中級編までステップアップしてくださったんですけども、あ結局、素用語の覚え方っていうのが、どうしてもお最初に引っかかるところなんだろうなと思うんですよね。でそこはやっぱり覚えるしかないんで、えー、全然そのテキストを横に置いて、 チャート解説見ても、あの本当新聞幹部で去っていきますんで、ね、そこは甘く見ない方がいいかなと。これから覚える方には申し上げておきますえ、それでね。なみさんね fx なんですけども、ちょっとデータがあってね。あの何キーワードだけ引用させてもらいますけども、fx よーしやるぞって言って、最初の半年で3割辞めるらしいんですよ。で、7割が1年以内に辞めるらしいんですよ。で、半年とか。 一年だと何も身につかないから勝てないし、勝てないから面白くないし、面白くないから損失も出るし、時間もかかるし、億になってやめるかなと思うんですよね。で、やっぱ FX が楽しいって感じるのはとっても素晴らしいことだと思いますし、ナミさん本当にそういう意味では FX は合ってるんだろうなと思うんですけども、多分大半の方がね、勝てないんだったら、利益が出ないんだったらやってらんないと思うんですよ。だからお金稼ぐためにやってるのに、稼げないわけですから。 それは不適されちゃったりとかね。しまいには教えるお前が悪いとか <laughs> 言い出しかねないんですけども。やっぱこう、FX 自体が楽しめない方に、強力な動機を与えるとしたら、どんな働きかけができますかね。まあ私はね、なんか古典的にフェラーリを買うためにやるみたいな。まあフェラーリは実際はいらないんですけども。<laughs> 車が好きなんで、FX で買って、まあ今回も税金きますけど、5月に。<laughs> この税金 FX で払えるなとか、ね。 納税を FX で払うっていうのはなかなか面白かったりするんですけども、まあでもあのやっぱり利益を目指してね、えー、FX の方を取り組む方が多い中で、利益が出ない間はどういうふうにこの FX に向き合っていけばいいのかなってことをちょっとナミさんからヒントが頂けるとありがたいんですけど、いかがでしょうか。 えーと久保さんに似てるんですけれども、えー、と私はこれ FX に限らず、えー、とかか過去にこう販売してきた塾とかがあるんですけれども必ず必ずやってもらっていただいてたことっていうのがありましてんと、まあ、今回の FX でいうと FX を始める前に学ぶ前にですねちょっとやっていただくことがありましてでそれが、えー、と FX をやるまず目的をしっかり考えていただいて で、目的と目標をもとにビジョンボードっていうのを聞いたことがある方とない方といらっしゃると思うんですけど、こう四角い、あちょうどここにあります。はい、今、たまたまここにボードがありますけど、これですね、あれ、映んないかな。ああ、真っ白になります。ごめんなさい、映んないですね。コ、はい、ルクのボードがここにあるんですけどもね、コ、はいはい、ルクのボードに自分自身の、うん、と目的、 目標をこう自分でねね書いてっていてただくんです、ね、です例えばそのうんと目標のところに、えー、とフェラーリを赤いフェラーリを買いますとかっていう場合は私それ携帯にも自分でやってるんですけども自分が買いたいものとか欲しいものを全部あの携帯にも入れてあるしビジョンボードっていうねボードに貼っておいてあの目に見えるところにも貼ってもらいます。 でまあ、もちろん車だけじゃなくってあの家であるとか、まあ、家だったら具体的にどの家が欲しいのかっていうとほそのい今久保さんの後ろにこう家がありますがその買いたい家を写真を撮って貼ってもらうんですよ。でそれを手に入れるために FX をやろうという。 だから基礎用語が覚えられないとかなんとかって別にいいんですけど覚えられないと結局その目標が達成できないわけなのでこれを買うために覚えようっていうもうそれが毎日こう目に入るところにあればそれが欲しいからじゃあやっぱり覚えようっていう思考になって私の場合その基礎用語とかをこれすごい変な話なんですけども、えー、と一個一個紙にこう書いて。 まあ、トイレとか洗面所とかですね日常生活のもう覚えられないのは目につくところに全部貼りまくって覚えるまであの貼っとくとで、まあ、他の家族もいるんで覚えたら取って捨てるっていうでただそれだとまた忘れるんで人に話すとか。 うん、こういう N みたいな感じなこんな感じの形があってとかあのアウトプットですねそういうふうにしてまあ覚えてきたんですがやっぱりそのねあの始める前に目的目標を形にして自分が目に見えるようにしておくというのが大事かと思います、まあ、久保さんと一緒ですよねそうですね強い動機がやっぱり、えー、そこになければ、ねまあ、挫折しやすいかなっていうところだと思うんですよ、えー、私は最近ねあの 朝倉未来さんの動画をよく見るんですね。格闘家の朝倉未来さんなんですけども、この前もブレイキングダウンっていうイベントがあって、これは1分であの格闘技を志す人が試合をするんですよね。で、負けられないっていう気持ちからトレーニングをするんですよ。で、負けてしまったら悔しいから、再選するためにまたトレーニングが始まるんですけども、あのやっぱりビジネスとか、FX なんてまさになんですけど、戦いなんですよね。 FX の参加者の中からお金を失う人がいて、FX の参加者の中から失ったお金を得る人がいてっていう感じなんで、結局誰かがお金を誰かに払ってる構図なんですよね。まあ、ですので、FX で知識がなければ負けてしまうし、強い動機がなければあ退場してしまうしってことで、まあ、言ってみればノックダウンを食らっちゃうわけなんですよね。うんで、これから FX で勝とうとする人っていうのは、 うん、なんかその失敗の許されなないい戦いなんですよ FX ってもう失敗したらお金取られて終わりなんで,でお金取られ続けると強い動機もしぼんでいくんで、うん、やっぱり繰り返し繰り返し自分の動機がどこにあるのかっていうこととあとは焦らずに一発で儲けててやろうって思わないこととかなと思うんですよでここでね、あのーまあ、私の動機をちょっとねおさらいしているものがちょっとメモってありますんで読まさせてもらいますけども私の場合はね FX はとりあえず年収1000万を。 3年で達成しようかというふうに目標を立てたんですよね。で、私の場合、アフィリエイトで3年で1億円は収入が立ったんですよ、アフィリエイトは。その10分の1に目標を落としたんです FX3 年間で1000万、なんとか稼げないかなと思ったわけなんですよね。これが私の強い動機だったんですけども、最初の1年は全く勝てませんでした。1回も勝ったことがなかったんですよ。でも毎日10時間やったんですよね。なんで続いたかっていうと、私の場合は、ずっと動画放送したんですよ。 そうすると、勝てないのに毎日10時間ぐらいの放送してるもんですから、YouTube でねこれ。視聴者さんはとりあえず多かったんですよ。無駄も多かったと思いますけども、私自身が知識がなかったので、知識がない方にとっては見やすかったんですよね。で、そういうことがあって、コメントにいろんな励ましがあったり、えーまあ、攻撃があったりとかして、それなりに面白かったんですよ。で、それがね、私の儲からなくても続く原動力になってしまいました。で、2年目ではなんとかね、えー、覚えたことも覚えてきて。 えー、テクニカルも使えるようになってきたんで、2年目、400万弱の利益が上がるようになったんですよ。これにはねあの、一発で200万ぐらいの利益を上げたっていうラッキーもあったんですけども、まあ、点目は、あんまりロットを考えずにやった無鉄砲なところに運がかぶさってきて、えー、たまたま大きな利益が出たっていうところもあったんですけども、2年目では400万弱で、3年目が、ね、460万なんですよ。この時からちゃんと記録をつけ始めたんですよね。で、4年目で、えー、800万、だから3年で1000万が、4年目でも達成しなかった。 で、昨年やっと12月ぎりで1000万を超えて、えー、5年目だったんですけどね。で、今年は6年目なんですよね。今年6年目で今4月に入りましたけども、今月中に1000万を超えるんですよ。で、しかも毎日 FX やってる時間は10分から1時間弱なわけなんですで、私の例で恐縮なんですけども、私の場合、えー、5年目で1000万なんですよね。で、6年目で、えー、もうすでに1000万を超えてますんで、多分、 3, 万ぐらいいくくんではなかかろうとと思いま,すこのままいくとますこの悪くても2,000万をクリアするかどうかってところだと思うんですよ。でこれで何が言いたいかというと1,000万超えることを目標にしたんだけども最初に大きくマイナスだったわけなんですよね。で儲かる儲けるつもりで始めたのに儲からない時をどうこう空ぐり抜けていくかってことなんですけども確かに強い動機も必要だったんですけどもなんか不産物としてそれを見せていた時に。 その私の動画を見てる方との関わりがあってね、なんかそれに励まされたところがあったかなっていうのが、ちょっとヒントになればと思いますんで、できればトレードしてるところを、なんかね、YouTube なりブログなりで紹介していくといいんではないかなっていうふうな気がするんですよね。うん、これはあの今、YouTube をされながら、FX をされてる方、えー、今日もね、参加者の中から何人かいらっしゃるのがちらっしと見えますんで、えー、ちょっとここをね、てこ入れしていただこうかなというところで。 うん、少しでもいいんでね、やってもらえばいいかなと思います。えー、それからね、ここも、あの、繰り返しになりますけども、うん、アフィリエイトの方が私は結果稼げたなと思ってるんですよ。3年で1億3800万ですか。で、ものすごい稼げたなと思います、アフィリエイトは。時代も背景も良かったんでしょうけども。でも、FX の場合は、未だにそのアフィリエイトの収益に遠く及ばないって6年かけてもいかないわけなんですよね。でも、いいこともあります。それは FX はやればやるほど、 同じ理論理屈、一回学習したことが何回も使えるってことなんですよ。アフィリエイトはアルゴリズムが変わるんで、今私やめてるんですよ。アルゴリズム変わりすぎて、もうやってらなくなっちゃったんですよ。もう何をやってるのか分かんなくなります。アルゴリズム競争になってきて、アフィリエイトなんて全然できなくなっちゃった。だから今は時代が変わって、YouTube のアフィリエイトの方が非常に簡単で優秀なんでね。あの、 幸いにも FX の動画っていうのは広告単価も高いんで、えー、それとこれを組み合わせてるところかなっていうところです。まあヒントになれば幸いだと思いますけども、最初の1年目っていうのは当然、基礎用語もあんまり入ってなかったんで、もう勝てないのもしょうがないっていうのは今振り返ったら当たり前だなと思いましたけども、当然テクニカル理論も全然わかってなかったんで、1年目が勝てるわけないと思いましたけども、力がつくとね、本当にこう楽になっていくなっていうところあります。えー、そういうふうな地図を書いていただくと、自分が今ね、 どこでつまずいてるのかって分かりやすいんじゃないかなと思ったんで、今日お話しさせてもらいました。で、基礎用語ってのは絶対にいりますんで、繰り返しになりますけども、しっかり覚えなければ、テクニカルどころの騒ぎじゃないんで、いきなりお金をね、えー、用意して、証券口座を開いているところをやらなくても大丈夫ですから、まずは基礎用語、ナミさんがやったようにね、いろんなところにこうね、紙で貼る。もう、こんなね、何の受験するんですかみたいなところから始めてもいいかと思います。でも、これをやらない人が多いんで、本当に。 これ,これだけじゃないんですけど、やる方は。ただ、覚えるための、あのー、行動っていうのがなければ、頭にね、一回見て入れる、頭に記憶できる人ならいいんですけども、なかなかそうもいかないと思いますんで、そこはもう諦めて、諦めてね、簡単に覚えることは諦めて、ああ、覚えるのには手間がかかるんだなっていうふうに考えていただければと思います。逆に、覚えることに手間をかけたら、あと手間がかかんないですから。先ほどのね、あ私は1年目から6年目までのスケジュールをお話ししましたけども、最初は覚えてないから、 あ儲かんなかったですけども、覚えていくと、利益額も増えていって、最初は1日10時間もやったのに、今は1時間やらないですからね。10分とかですからね。そうして大きな利益上がる。まあ、そのためにね、5年、6年かけるんだったら、十分お釣りが来ると思いますので、最初の1年で離脱する方が7割ですよ。2年目になったら、その7割の方がね、辞めずに2年目に突入していったら、多分辞めてないと思うんですよ、ね。そこが非常にもったいないなっていうふうに、えー、今まで継続してね、 順調に毎年毎年利益を積み上げながら、しかもそれを全部公開しているというね、私があの皆さんにお話しできることかなと思います。さあ、それでね、なみさん、どうしても今日はね、皆さんにも、今日 FX に興味があって集まった方、たくさんいらっしゃいますので、まあ、これをやったら FX からもう嫌になっちゃっていなくなっちゃうよ、みたいな。これだけは気をつけてね、みたいななんかあったらね、ちょっとこう、紹介してもらいたいんですよね。例えば、あの、FX をやりながらね、これをやっちゃったら、多分、 できなくなるよとか。もう私はそれがね、なんかあの、バイナリーオプションだと思ってるんですよ。バイナリーオプション自体は私1日しかやったことないんですよ。だから、はっきりとしたことは申し上げられませんけども、バイナリーオプションっていうのは、FX の理論が、なんか、私から見るとちょっと生きなかったんですぐやめたんですけどもね。バイナリーオプション、多分私よりもかなりされてると思うんで、あのバイナリーオプションの感想と、あとはねあの、FX とこれは同時にやらない方がいいよっていうのが、もし気づくところがあったら、 組み合わせの悪いものが、ね、もし思いつくよだったら教えてもらいたいんですけどもどんなところがあるんですかうん、まあ、バイナリーをですねそうだろう私正直、うん、あの終始はプラスになってたんですよね。うんうん、終始はプラスになるんですけども、まあ、面白くなかったっていうあ、はい、<laughs> やってて面白くないっていう。うん うん、それがやらなくなった理由ですね。で大体もうクリスマスの頃になると相場がこう荒れてくるじゃないですか。でその頃になるとあのもうやらないんですよね大体いいバイナリーやらなかったんです。で次今度年が明けてスタートすればいいんですがなんか別にやらなくていいかなっていう感じになってしまって。で春ぐらいになってまた スタートしてやってっても、また12月の頃になると、あまたなんか相場が荒れてくるからやめようかなみたいな。それ2年ぐらい繰り返したかな。2年ぐらい繰り返して、スタートするまでがすごい長くなってくるんですよね、だんだん。で、それが、まあ、要はお金になればいいってもんでもないじゃないですか。あのプラスになっても、あんまり面白くないっていう。 そういう感じで、まあ、リアルの世界で言うと変な話ですけども、まあ、生態やっても稼げるけどじゃあソー、うん、プランドで仕事したら生態よりもっと稼げるからソープランドで働きますかみたいな極端な話で言うとですよね、うん、お金になればいいのかっていうねそういうことで言うとまあ別にバイナリーがそ,そういうソープランドみたいなあれじゃないですけどもお金は稼げるけどなんか別に楽しくないなっていう。 そういうい感じでしたねバイナリーに関しぶ、うんあの確かに稼げれば何でもいいってわけではないっていうのも当然なんですけども多分多くの方がね稼げれば何でもいいと思って FX を選んでると思うんですよ。<laughs> いや<ー>ナミさんはね多分あの稼いだ稼げない稼げるにかかわらず楽しいことがやりたいなっていうところにあると思うんですけども。 まあカツカツで稼い何暮らしてる方っていうのはもう何でもいいから金が欲しいなっていうのでもう仕事が選んでらんないっていうところからあの FX を見てるのかなとも思うんですよね多分そういう方に対して私がメッセージを送れるとしたら一日も早く FX で稼いでほしいなと思うんですよねただ一日も早く稼ぎませんのでそこは覚悟しておいてくださいってことを <laughs> 繰り返し言わなきゃいけないんですけども、うん、バイナリリオプションに関しましては私はちょっとね あの全然わからないんですよ、1 <laughs> 日しかやってない、やってないっていうか、うん、1>, 1回エントリーしてやめたんでね、なんかボーナスがもらえるんで入ったんですけど、まあ、でもそんな感じなんで、あんまり身が入んなかったなというところなんですよね。うん、まあ、でも今日はバイナリーオプションの解説したわけじゃないんで、まあ、FX の話に戻しますと、まあ、FX が基礎用語を覚えてテクニカルを身につければ、まあ、利益を残せるっていうのは、多分共通の見解だと思うんですよね。うん、であとはあの 強いロットを入れていこうというするときに精神力がかなりいるんで、だからいきなりね、ロットを増やしちゃいけないよって、精神力に合わせたらロットに調整しないといけないよってところも、まあ似たような部分があると思うんですよね、ナミさんと私は。で、多くの人が FX で退場してしまうのには、やっぱり冒頭にありましたけども、解説聞いても分からないというところがあると思うんですけども、そこは解説を聞いて分かるように、やっぱ 基礎知識と基礎体力つけていかないといけないかなというところでね、うん、やっぱりそういうところを学ぶ機会がちょっと必要だなというのが、き、まあ、今日皆さんにお伝えしたいところなんですよ。まあ、それで、今日ナミさんと対談させていただいてあの、ナミさんのこともね、十分 FX に関して見えてきたところがあると思いますので、さまざまなビジネスも経験しながら、そして私との付き合いも最も長いというところがあってね、あの今日こうやって紹介させていただくときに、FX で 楽しく買っていいきたいなそしてナミさんの考えにも共感するところが多いなと思った方は、うん、やっぱり学ぶ場としてね、えー、このナミさんの FX のコミュニティっていうんですかね、えーまあ、FX のなんか教材ですかねなんかそういったものの紹介が今日は受けれると思うんですけどもその辺のお話しさせてもらってもよろしいですか はい、えー、今日ね、こちらに参加していただいている方々、だいぶね、もう1時間近くお話聞いていただいていると思うんですが、えー、貴重な時間に参加いただいてありがとうございます。 はいであとね、ちょっと今日はここに参加していらっしゃらない方もいらっしゃるんですが、あの私、LINE の方で今日の案内をしたところ、えっ、ー、とびっくりな人数からあのコメントが返ってきまして、ちょっと今日はこの時間、まだ仕事で参加できないんで、あの見れませんが、興味はありますみたいなコメントくださったりとか、あのたくさんの方からコメントいただきまして、この場をお借りしまして、ありがとうございました。 でえっ、ー、とまあ久保さんの方もでもですねえっ、ー、と過去にえっ、ー、と FX の基礎講座ですね基本 基礎講座ってううんでしたでししたょうかね久保さんの方の講座もありまして、えー、とそちらも非常に分かりやすいあのよく分かる講座っていうのがもうすでにあるんですけれども、えー、と私の方では、えー、と更に次元を下げてですね <laughs> ちょっと久保さんの脳みそと私の脳,脳みそが全然違いまして私の方が低レベルなので低レベルの視点から、えー、と分かり同じことをり同じことを 解説して、まあ、覚えやすくしようという形で,です、ねえー、今回、基礎用語、それこそさっきから言ってる基礎用語と、えー、とあとはテクニカル理論ですね、そういったものを、えー、覚えやすく、えー、音声と,、うん、と映像ですね、で、えー、覚えていただくという講座を用意させていただきました。 でえー、と私のようなねあのちょっと低レベルの解説だと逆に分からないって方も中にはいらっしゃると思うんですよ。 それは今日のね久保さんの会話と私の会話を聞いていてどっちの方が聞き取りやすいなとかどっちの方が理解しやすいなっていうレベルでも判断できるかと思うんですがもうサクサクとね高レベルでいきたいっていう方はぜひ久保さんの講座の方ですね内容は多分一緒だと思いますので <laughs> あの久保さんのね方の,あの高レベルな説明の、えー、と講座の方で学習していただきたいと思いますし、えー、極力次元を下げてもう幼稚園 のあのあレベルから基礎用語を覚えるとこからあの FX をやっていきたいとまあ、全く初めての方にはおすすめだと思うんですけれども、えー、そういったレベルの方はぜひですね私もまあ、自分自身ももう一回ね復習をしながらどうやったら全くわからない方がわかるのかっていうふうに考えながら、えー、説明の方をですねしていきながら皆様と共にまた、えー、覚えて やっていきたいと思ってますので、今回ね、そんな講座を用意させていただきましたので、えー、ともし興味のある方がいらっしゃいましたら、えっ、ー、と、まあ、お問い合わせという形でね、最初いただきたいと思っておりますが、久保さん、どういう形でお問い合わせをいただいたらよろしいでしょうかねなんかこう、いつものようにこう、ここですみたいなラはアい。ラインアウトいしく、ね、は何でも。もしくはコメントっていうか、こう今コメント欄が空いてますので、そこに。 私も今、おうって入れましたけどもあ、はいはい、そうですね。どこにサクッと入れていただくとかですかね。はい、なるほど。えっ、ー、と、そしたらですね、まいひめ大学のラインアットの方に、うん、ともし興味のある方がいらっしゃいましたら、えー、とコメント、えっ、ー、と、何にしようかな、うん、FX 基礎講座っていう形で、うん、コメントいただきましょうかね。えっ、ー、と、うん、アットマーク TN tnv, アットマーク tnv4925s ですね、アットマーク tnv4925s。はい、こちらの方に、ラインの方になるんですけども、こちらの方に、えっ、ー、と、舞姫大学の、舞姫大学じゃないや、えっ、ー、と、fx Fx 基礎講基礎礎座座今コメント欄に、ね、ありますね、はい、基礎講座こんな形でコメントをいただければ、えー、と私の方からまた詳しい詳細ですね返信をさせていただきますので一応エンドがないといつまでもこうあの入ってきても対応がしかねるので一応4月の18日の月曜日まで。 4月18日の、えー、と月曜日23時59分まで、えー、と受付をさせていただこうと思いますので、はい、18日、一応ここにこう打っておきますね、18日23時59分までですね。 ちょっと大文字小文字がバラバラになって申し訳ないんですけども4月18日の23時59分まで、えー、と FX の基礎講座を舞、えー、姫大学と共に学んでみたいという方がいらっしゃいましたらぜひですねコメントの方、えー、いただきたいと思います。でぜひですねこの低レベルの基礎講座でですね、えー、しっかりと この基礎を覚えていただいた後に、に、えー、その基礎を持って久保さんの方の,、ね、あの高レベルの解説を聞いていただくとあのものすごくよく分かりやすいかと思うんですよ。 で中途半端にこの基礎,基礎の部分、中途半端に久保さんの講座をこう聞いていただいても、途中は分かるけど、途中は分からない、結局、総論分からないみたいになってしまうので、それが一番ね、もったいないお話かと思いますので、ぜひです、ね、久保さんの,あの解説を100%理解したいという方は、ですね本当にあの低レベルの あの基礎からですねしっかりと覚えていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います、えー、今日ねご参加いただいた方ぜひですね一緒にやっていけたら嬉しいなと思ってますはい以上でこんな感じでよろしいでしょうかはいありがとうございますまあはい、FX の学び方あ様々ある中でまあ私とナミ様が共通しているのは基礎用語を覚えてテクニカル理論を身につけてそれから精神力を身につけるというこの3ステップは同じでございます あとは、誰からだったら受け取りやすいかっていうのがありますよね。確かに、私の解説ではちょっとね、難しいなって思う人がいるかもしれませんので、あの誰からその情報を受け取るか。情報自体はね、同,同じようなものですから。私もテキストに書いてあることをお伝えするだけなんで、自分の勝手な解釈は全く使ってませんのでね。<laughs> だから本当、テクニカルっていうのは、すでに500年前に構築したものを学んでるだけで、身につけた人が、 いやこういうふうに書いてあるんだよって言ってるだけなんでねあの、私は自分独自の,あの攻略方法を全く持ってませんので <laughs>、えーあの、そこら辺はねあの、特に誰から学んでも同じというところでございます。誰からだったら受け取りやすいかというところですからね、えー、そこだけ、えー、あ福永伸成さん、舞姫大学の QR コードですと書いてますね。あ QR コードを送っていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> さんありがとうございます。はい、じゃあ、ここからちょっとおまけコーナーに入りますけどもね。 ごめんなさいうまま言の忘れました。はいあどうぞ <laughs> いいですか、はい、で、えーと、一応この、えー、と基礎講座の方ですね、FX に関して覚えていただく内容に関しましては、今久保さんがおっしゃった通りで、伝え方が違うだけで、中身は正直一緒です、全く一緒のはずです。違うと困るんですけどもね。でただし、違う部分っていうのは、えー、実際基礎を学んで、えーと まあ中にはね、早くお金を入れてやりたくなる方とかっていらっしゃるかと思うんですよ。でもうやりたくなったら、それはもうその方の個人のね好みの問題とかもありますので、やっていただいても構わないと思うんですが、ただ、あんまりわからない状態でやると、すぐ資金が飛ぶと思いますので、今回の特典として、資金が飛んだ時に、他の方法でね、資金を取り返す方法。 っていうのをいくつかてあともう一個はその FX を始める前に先ほどお伝えした内容なんですけれども、えー、と目的とか目標とかそういったのが実はですねここがあの落とし穴なんですけども、えー、と自分で決められないって方がいらっしゃるんですね <laughs> そうなんですよあの自分のことなのに自分でなんで FX を こうやるか目的とか目標っていうのが決められないんですよって方が実はいらっしゃるんですよ。っていうことがわかりましたのでそれを一緒にあの決めて差し上げます。っていうのとあとはそれに近いような内容で、えー、と今後舞姫大学の方で有料講座で、えー、と4回 目的、目標の決め方みたいな講座をやっていくんですが、その4講座に関して、えー、と有料講座ではあるんですが、この、えー、と FX の基礎講座にご参加いただいた方には、えーと、無料で参加をしていただけるような形を取らせていただきます。えー、それが、えー、と以上です、ね、が、えー、と今回の特典とさせていただきます。大きく言ううとももつなんですけども、えーと スキンを稼ぐ方法ですね。FX 以外でスキンを稼ぐ方法と、あと FX を始める前にやるべきことという講座みたいなの、えー、無料で参加いただけると、その2つを特典としてつけさせていただきたいと思います。以上、長くなりましたが、すみませんでした。はいということで、特典もございますので、ぜひね、お問い合わせの方をしてみてください。まあ、お問い合わせの内容としてはね、 今自分がこういう状態にいるんだけども、で、理想の状態はこういうふうなところに行くことなんです。っていうふうに具体的に聞いていただくと、多分返信がしやすいと思います。まあ、例えばね、こういうことなんですよ。今 FX でやってるんだけども、なかなかロットが上げられませんと。ロットが上げられないんだけども、ちょっとわかってるんですよ。今日も5ピップス、10ピップスは取ったんです。でもロットを上げるためにどういうふうなあ上げ方をしていけばいいんでしょうかとかね。 えー、月に今、1万円ぐらいは買ってるんですけども、これをね、3万にしたいんですけど、まあ、そういうような具体的な聞き方をすると、より具体的に答えていただけるんではなかろうかと思います。はい、そしてですね、ナミさん、本当ありがとうございます。本当お疲れ様でございました、うんうん。今日はね、ちょっと最後にね、おまけコーナーを私の方から用意してたんで、お話ししようかと思ってたんですけどもあの、まさにですね、今、ドル円のチャートですよ、ご覧いただきたいのが。 今日の朝の相場解説をご覧いただいた方、私が今日またお話した通りになりました。二つです。一つはですね、横ばいの疑いがあるということで、結局横ばいに入ったでしょう、今日。エントリーするんだったら倍なんだけども、私はエントリーしません。と言ったのが二つ目です。どっちも正解だったでしょで。これがだから朝の時点で、4時とか5時とか6時の時点で、えー、高い確率でね、わ、えー、かるかどうかっていうところがテクニカルなんですよ。 今までの形を見て、ここからの形を知る。今回のテーマはヒゲだったんですけども、ヒゲの講義をね、えー、みっちりさせていただいた後に、今日の相場解説させていただいて、今、答えが出てますから、どうだったでしょうかということでございます。えー、125円を超えたんですけども、結局そこから、まだ今日中には130円の方面には上がっていってなくて、えー、とどっかでお話し,しましたけども、126円を超えたら、えー、私もエントリーします。 126円、結局、はクリアしなかったでしょう。だから今日はやっぱり休憩でよかったと思いますね、うん。もちろんエントリーした方もいるかもしれませんけども、うん、私が、私はエントリーしませんって言って、それに合わせて、ね、エントリーしなかった方の方が大半だと思いますので、皆さん、被害は免ねれたと思います。<laughs> ということでね、スキルはいらねえ、稼ぎたいっていうだけの方は、私の相場解説を毎日見てください。その通りにやれば、利益はどんどん上がっていきます。ただ、自分でやらないとダメですからね。 私がいなくなったらいきなり、ね、稼げなくなりましたって言ったらね、文句言われても、もうそれはどうしようもないんで、私いつ辞めるか分かりませんから、<laughs> まあずっとやると思いますけど、<laughs> FX わかんないけど稼ぎたいんだったら、私の相場解説見ていただければ OK です。でもそれは私の望むところではありませんので、おまけにね、こういう話をさせていただきました。はい、それでは明日からもね、私の相場解説、3位にさえてますので、載っていただければと思いますが、基本的にはこれが私の解説がなくても、 分かるようにそして私の解説と同じように人に解説できるんだったらいいかなと思いますね。ええ私の場合は自分の子供に FX を10歳までに <laughs> マスターさせるつもりでやってますんでまあこのぐらいのレベルで勝ち上げていくのは当たり前だろうっていうね,ね強気の姿勢でこれからもやらせてもらいますただやっぱり絶対はないんでどっかでまた大きく転落するかもしれないなと思ってたんですよそのためにもエントリーと同時にロスカットはきっちり引くことまあこれはね 今回も重ねて申し上げさせたいいと思いますすロスカットですよどこまでの負けだったら共有できるのかで一発で資金がなくならないようにロットの調整とそれからロスカットの設定ですねこれはあの精神力いりませんからこの2つ精神力が必要なのは失った時にこんなにお金を失っていいんだろうかみたいな、ね、ところに耐えるかどうかってことですけども、まあ、多分 FX の口座にそんなに、ね、何百万も入れる方はいないと思いますんで。 何百万はなくなりませんから大丈夫でございますじゃあ今日はこんなところでまとめさせていただきますけど奈美さん本当お疲れ様でしたありがとうございましたさありがとうございましたそして参加のご参加の皆様夜遅い時間までお付き合いいただきましてどうもありがとうございましたはい本当にお疲れ様でございましたでは今日の放送はおそらく YouTube に上がると思いますけども渡辺 YouTuber が、ね、またね制限食らってますのでまた別のサブアカウントから送らせてもらいます そっからの塾生さんにはね、サーバーアカウントから明日放送させてもらいますのでえー、チャンネルはそのままではないですけども <laughs> 2週間だけちょっと我慢してくださいありがとうございますお疲れ様ですありがとうございました、うん、じゃあ皆さんまた会いましょう